というわけで本日付オリコンシングルチャートベスト10はご覧の通り。今週はこの中から第5位にランクインしたキュートピックアップ。キュートっちゃキュートですよ ね平均年齢13歳、はいはいはい、最年少が小学校5年生。お誰5年生か5年生お5年生でこんな背が入ってきたらあかんねん、見てみほら気持ち悪い人ばっかりやろ、ねえ、お客さんはあんまりキュートじゃないよねキュートツンツプロデュースのハロープロジェクトから生まれた平均年齢13歳の7人組ユニット。モーニング娘。などのバックダンサーを務める傍ら、インディーズで独自の活動を展開し注目を集め、ついにメジャーデビュー。そんな彼女たちのファーストシングルが見事オリコンチャート5位にランクイン。今人気急上昇中のキュートの魅力を徹底解剖しちゃいます、ね、私たちツンツプロデュースそういうことなんや、ね、はい、じゃあもうモーニング娘。のもう妹分みたいなことですか。そう、はい、っていうかモーニング娘。が鬱陶しい恐ろしいことを言うね君たちは。君ら言い過ぎ、彼女たちはこれが全員なの。はい、カモプロジェクトキッズ知らねえで、その中から最初はベリーズ工房っていうのが出てきて、で、余った自分たちで言っちゃったよ。自虐的やな。さらに予備軍の予備軍があるハロープロエッグですか、これ結構いるんですか。はい、こういうの出てきたらほらもう木村のお父さんいくつや、おいらと一緒やろみたいな話ようになるじゃないですか。もうこうなってきたらおじいちゃんいくつや彼女らが芸能界になかなか馴染めません。当たり前じゃん馴染まれてたまるか。ちなみにやけど どれぐらいやってるの年数的に。5年になります。5年もやってるの。でも小学校1、2年生とか3年生ぐらいでやってた。1年生から。何からモーニング娘。さんのずっとファンで、うん、やりたいなと思って言葉の壁、何が分からへんの。台本にカメリハっていうのが書いてあって、カメリハってなんだろうと思って、あのカメ、カメを私たちに例えて、その番号にカメを7匹置いて、でカメラを撮るのが自分やめたもんね。うちの説教の時も難しい用語が多いのであまり理解できていない。あ、そう。現場入った時でも朝でもないのにおはようございます言わなあかんとか、学校の先生にも、なんか本当に朝と夜がもうごちゃごちゃになっちゃって、こんばんはとか言っちゃう、君やめた方がええって。